こんにちは。経営コンサルタントの中野です。今日も中野雄二の草コイン新聞社会人サークルを始めていきたいと思います。草コイン新聞購読視聴規約、これね、読んどいてください。で、一語一句ね、読んでどこか一箇所でも承諾できないという方がいらっしゃいましたら、あなたはこの動画の続きを見ることはできません。でですね、今日はですね、ちょっと緊急速報がありまして、ちょっとすぐにお伝えしなくちゃいけないんですけども、先ほどですね、FX の自動売買ツールユージ先生からですね、緊急情報が入ってきました。ドル円ですね、トレンド転換したということで、ドル円はね、下落モードに入りました。下落に入りました。で、先ほどからですね、だいぶ落ちてるんですね。で、XM 開くとですね、まあこれ一般紙なんですけども、まあ5分足。ちょっと待ってくださいね。これ開きますからね。はい。だいぶね、昨日夜上がったんですよね。で、今日の朝の中値でビューンと上がって、上がったんですよね。上がったんですけど、まあそこで打ち止めということでですね、はい、まあ、こんな形でですね、もうずいぶん、今週ずっとね、横横だったんですよね、ずっとね、ずっと横横だったんですよ。それで、75移動平均線がね、ずっともう追いついてきたんだよね、こうやってね、追いついてきて、まあ、ようやく、横横からね、まあ、下落に入るということでございますね。これ30分足ですけどね。で、1時間足でもまあ明確にですね、下落が始まってるってことは分かりますね。4時間足こうですね。で、まあ、昨日はですね、75移動平均線、4時間足で75移動平均線をかろうじて抜いたということでございましたが、まあ下がってきて、まあこうやって落ちるということですね。で、まあ106円ぐらいまで行くかなと思ったんですけど、まあその前にですね、今は、まあ、105円50銭ぐらいまで行ったんですよね。それからまあ落ちてきてるってことになりました。なので、まあ、いつもでしたらね、これ、まあ、落ちてもどうせ上がるから大丈夫だよって言ってたんですけど、高盛の自動売買ツール中野雄二先生からですね、連絡がありまして、まあ、これはもう下ですよと。下目線ですから、ショート。これからはね、上がったらショート、上がったらショートを入れないといけないよと。いうふうに、言われてますのでね、皆様もですね、気をつけていただければと思います。まだね、ちょっとの下げなので、これどうせ上がるからね、大丈夫だよっていうふうに言われてる方多いと思うんですけども、もう75移動平均線がだいぶ追いついてですね、追いつきましたね、もうね、横横のところからね。追いつきましたので、これずーっと横横だったんですよね。で、これはもう、崩れる。ことですね。ほんで、一回崩れてんだけど、最後の力で登ったと。で、今日の朝の中値で、最後の力で終わりですね。あと下がるということなので、くれぐれもね、皆様に、おかれましてもですね、大切な資金をですね、溶かさないように注意していただければと思います。それではね、今日はこの辺でね、終わりにさせていただきます。もうだいぶ下がってきちゃいましたね。まずいですね、これね。それでは千葉県松戸市よりトム・クルーズがお伝えいたしました。失礼いたします。